こちらアメリカのサンターニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。オンスパーク、これは好スタート。エンドエベレスト、この馬も好スタートを切りました。ジョンズホール、前に行きそうです。リアルグレイン、それに続いています。さらにはアイフレンドヒット、2番オンスパーク、その後ろパラダイスドラマ、どうやら後方からの競馬。各馬サンターニタ名物のヒルサイドコースを緩やかに駆け下りていきます。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはファルズプリンス、並んで3番ジョンズホール、その後ろからはリアルグレイン、その隣にエンドエベレスト。この辺りで各馬最初のホームストレッチにかかりました。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。では前の方からファルズプリンス、先手を取りました。すぐ後ろにジョンズホール、その外からリアルグレイン、その隣にエンドエベレスト、ムタマン、すぐ後ろ黒の帽子オンスパーク、その後ろ、その外からオナーグライド、内からはスキップロビン、さらにはサンライトアイランド。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。では前の方からファルズプリンス、先手を取りました。並んで3番ジョンズホール、エンドエベレスト、それに続きますオンスパーク、すぐ後ろ並んで4番スキップロビン、その外からオナーグライド、その隣にムタマン、その横にサンライトアイランド、マーベラスサンデー。この位置です。ローブキス、すぐ後ろ並んで10番アイフレンドヒット、ディバインハッピー、すぐ後ろ最後方にパラダイスドラマ。各馬雨の中懸命の力走です。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。この辺りで先頭が変わりました。リアルグレイン、ファルズプリンス、ほとんど差がありません。エンドエベレスト、3番手マーベラスサンデー、いい位置です。先頭を捉えにかかります。先頭変わってバルズプリンス、残り 200m、 先頭はバルズプリンス、マーベラスサンデー、ここでやってきた。ジョンズコール先頭、マーベラスサンデー、マーベラスサンデー、もう一伸び、マーベラスサンデー、マーベラスサンデー、1着、2着にはどうやらジョンズコール、マーベラスサンデー、見事な勝利です。海外の馬にも引けを取らないその実力を遺憾なく発揮してくれました。こちらアメリカのサンターニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。さあ花を奪うのはどの馬でしょうか。ドリームズギャロア、前に行きそうです。トゥーザビクトリー、それに続いています。さらにはランブリングエッジ、9番サンフォードゴールド、その後ろ、前に戻りましょう。先手を取ったのはドリームズギャロア、大きく離れました。アロマジュピタ、その隣にランブリングエッジ、これに続いてスペシャルアーク、青の帽子エターナルミラクル、その後ろ青の帽子トゥーザビクトリー、いい位置につけました。それでは先頭からドリームズギャロア、先手を取りました。そして大きく離れてアロマジュピタ、この位置です。オレンジの帽子ランブリングエッジ、その後ろ、すぐ後ろにスペシャルアーク、少し離れてエターナルミラクル、続いています。青の帽子トゥーザビクトリー、いい位置につけました。メルシーブリーズ、すぐ後ろ。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭はまだ1番ドリームズギャロア、2番手はアロマジュピタ、さあトゥーザビクトリー前を捉えるか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はドリームズギャロア、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ドリームズギャロア先頭、残り 200m、 ドリームズギャロア先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。トゥーザビクトリー、エターナルミラクル追いすがります。トゥーザビクトリー、トゥーザビクトリー、1着、2着にはどうやらエターナルミラクル、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。トゥーザビクトリー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。Thank you.
最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。先頭変わって川内サンライズ、残り 200m、 川内サンライズアドバンテージをキープ。後ろはどうか、必死に追う川内サンライズ。2番手はカイフタラ、川内サンライズ1着、川内サンライズ完勝、川内サンライズ1着、2着はカイフタラ、川内サンライズ見事な勝利です。海外の馬にも引けを取らないその実力を遺憾なく発揮してくれました。こちらドバイの名団競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。まずは先行争い、何が行くでしょうか。ブラックホーク前に行きそうです。シェルトーク、それに続いています。さらにはサマーアリーナ、13番、ブレイクコンティネント、その後ろ。先頭に戻りましょう。なんと先頭はブラックホーク。これには場内からも歓声が上がります。さあ先頭はまだ2番、ブラックホーク。2番手はシェルトーク、グリーンポット3番手。さあブラックホーク、このまま逃げ切れるでしょうか。後続も追い上げていきます。さあ先頭はブラックホーク、残り 200m、 ブラックホーク先頭だ。後続との差はまだあります。このリードを守れるか。2番手はシェルトーク、ブラックホーク今ゴールイン。段違いの強さです。ブラックホーク1着、2着はシェルトーク。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ブラックホーク、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらドバイの名団競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。先行争い、何が行くでしょうか。セントラルタッチ前に行きそうです。リレイズ、それに続いています。さらにはウェイバードライン、15番、カワチボウール、その後ろ。メイプルフラワー後方に控えました。前に戻りましょう。先頭はなんとなんとカワチボウール。場内も大歓声。前はカワチボウール、2番手はセプテンバーチーフ、リレイズ3番手。さあカワチボウール、このまま逃げ切れるでしょうか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はカワチボウール。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。カワチボウール先頭、差はほとんどない。2番手はカワチボウール、残り 200m、 リレイズ余力は十分か。さらに引き離していきます。2番手はレンズエクスクルーシブ、リレイズ1着、リレイズ完勝、リレイズ1着、2着はレンズエクスクルーシブ、勝ったのはリレイズ、見事な勝利です。
こちらドバイのメーダン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはセントラルスパーク、アウトオブビジョン。この馬も好スタートを切りました。アラビアンナ前に行きそうです。スペシャルウィーク、それに続いています。さらにはムービーテキサス、16番バイオレジェンド、その後ろバイオタップ、後方からの競馬、この辺りで各馬第一コーナーに向かっていきます。では前の方から見てみましょう。アウトオブビジョン先手を取りました。1番スペシャルウィーク、2番手を追走しています。デイラミ、それに続いています。緑の帽子セントラルスパーク、その後ろ、その隣にムービーテキサス、メジロブライト、すぐ後ろ、これに続くのがクリスマスアフェア、その隣にスペシャルテレサ、すぐ後ろにラッキーサークル、ピンクの帽子シャトーホール、その後ろ、すぐ後ろにセンターブライドル。大きく離れました。バイオタップ 1000m を通過しました。少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはバイオレジェンド、青の帽子アウトオブビジョン、その後ろ、すぐ隣にアラビアンナ、すぐ後ろにラッキーサークル。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。ここでバイオタップ先頭に変わりました。バイオタップさらにリードを広げます。2番手はバイオレジェンド、アウトオブビジョン、3番手スペシャルウィーク、いい位置、鞍上のゴーサインに応えるか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はバイオタップ。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。バイオタップ先頭、差はほとんどない。2番手はスペシャルウィーク、先頭を捉えるか。残り 200m、 スペシャルウィーク伸びてきた。シャトーホール頑張れるか。スペシャルウィーク差を広げる。2番手はベイラミ、スペシャルウィーク1着、スペシャルウィーク完勝、スペシャルウィーク1着。2着はベイラミ、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。スペシャルウィーク、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらドバイのメーダン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。さあ前に行くのはどの馬か。サンドプリムラ前に行きそうです。サイレンス鈴鹿、それに続いています。さらにはパーソナリティエンジェル、14番グラスパイアフェア、その後ろ。それでは先頭から、先頭はサイレンス鈴鹿、短期の逃げに持ち込めるでしょうか。そして大きく離れてサンドプリムラ、この位置です。その外からグラスパイアフェア、間が空いてザッツザカレント、黒の帽子パーソナリティエンジェル、その後ろ、その外にオールフリー、少し離れてサンタフェシーズン、続いています。白の帽子アンバーモード、その後ろ、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭は依然として8番サイレンス鈴鹿、リードは6馬身ぐらいあります。サイレンス鈴鹿一人旅、大きく離されて2番手はサンドプリムラ、ファイティングポケット、3番手。さあサイレンス鈴鹿逃げ切れるか。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はサイレンス鈴鹿、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。サイレンス鈴鹿先頭、後続大きくちぎれました。2番手はグラスタイアフェア、あと 200m、 サイレンス鈴鹿先頭だ。残り 100m、 後続は大きく離れました。2番手はグラスタイアフェア、サイレンス鈴鹿独走、サイレンス鈴鹿ぶっちぎりです。サイレンス鈴鹿1着、2着はベガシーエイト、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。サイレンス鈴鹿、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
こちらドバイの名団競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。アヌスミラビリス、好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。シルバーチャーム前に行きそうです。アヌスミラビリス、それに続いています。さらにはアルムタワケル、8番リアルクワイエット、その後ろシルバーペイトリアーク、どうやら後ろからになりそうです。この辺りで各馬第一コーナーに殺到していきました。では前の方から見てみましょう。アヌスミラビリス先手を取りました。すぐ後ろにシルバーチャーム、その外からベーレンズ、黄色の帽子リアルクワイエット、その後ろすぐ隣にビューティフルプレジャー、その横にビクトリーギャロップ、アルムタワケル、この馬もこのグループ、その外にクリーハウス、並んで11番ランドキルデア、バレスマスク、この馬もこのグループ、カワチシュール、後ろからになりました。内からはシルバーペイトリアーク、シンガリからザール、各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度。3番アヌスミラビリス依然として先頭、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はまだ3番アヌスミラビリス、ビューティフルプレジャー、ほとんど差がありません。ベーレンズ3番手、カワチシュール、これはかなり後ろからの競馬です。後続も追い上げていきます。さあ先頭はシルバーチャーム、最後の追い比べ、先頭はシルバーチャーム、後続馬も足を伸ばしてきました。2番手はリアルクワイエット、あと 200m、 シルバーチャーム先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。リアルクワイエット抜けた。シルバーチャーム追いすがります。リアルクワイエット、リアルクワイエット、1着、2着にはどうやらシルバーチャーム、勝ったのはリアルクワイエット、見事な勝利です。